ソウルは韓国の自動車メーカー、キアにより製造されるトールワゴン型のサブコンパクトカーである。設計はカリフォルニア州のキアデザインセンターで行われた。2013年3月、ニューヨークモーターショーにてワールドプレミア。その後、同年8月にはフランクフルトモーターショーにて欧州仕様も公開された。エクステリアインテリアとも好評だった先代を色濃く。 踏衆しながらも進化しており、一目でソウルとわかるものとなっている。2013年10月22日、韓国にて発表、販売を開始。量産車としては、世界で初めてアルミホイール部分をグレー、レッド、ブラックの3色から選択できるほか、ボディとルーフ部分を違う色でのコーディネートで可能としている。安全装備として、キア車発となる、 最新式のパーキングサポートシステムを採用。システム内容としては、重列駐車だけでなく、直角駐車も自動サポートしてくれるものとなっている。インテリアにはこれも、キア車初となるアンドレイドースをベースとした8インチタッチスクリーン式ナビゲーションが備わる。また、ボディは高調力高を20%増やして、剛性を約29%アップさせたことで、 安全性と軽量化に貢献している。ソウル EV2020 モデルより名称がソウルに戻っている。ソウル EV ソウルと同時発表。仙台比で容量を2倍以上に増やし、64kWh の大容量、高電圧バッテリーとしている。ありがとうございます。